FC ジルカクロプユヌイチクイーは、ウクライナキロボフラード州クロプユヌイチクイーを本拠地とするプロサッカークラブ。クラブは1911年10月16日に創設された。1994から95シーズンは、ウクライナファーストリーグで1位になり、最上位リーグであるウクライナプレミアリーグに初昇格した。百九十七年十二月、 クラブ名はジルカニバズからジルカに解消された。2003から04シーズンはウクライナプレミアリーグで再開に終わった。クラブは財政難に陥り、2004年7月13日にリーグからの撤退を表明したが、同年7月21日にウクライナセカンドリーグに参加することが決定した。2006年には財政問題により、 2006から07シーズンの同クライナセカンドリーグのライセンスを取得できず、2007から08シーズンまでプロサッカーリーグに参加しなかった。2008年7月、ジルカが復活し、2008から09シーズンはウクライナセカンドリーグで1位になり、ウクライナファーストリーグに昇格した。2015から16シーズンには通算3回目のウクライナファーストリーグ優勝を果たし、 ウクライナプレミアリーグに昇格した。2016年7月14日に、ホームタウンのキロボフラードが、クロプユヌイーチクイに解消されたことを受けて、翌15日に、クラブは、FC、ジルカキロボフラードから FC、ジルカクロプユヌイーチクイに解消し、クラブの公式ロゴも変更することを発表した。出展出展。ありがとうございます。